総編、坂口安吾。今日、雑誌が、一口に、ジアナリズムなる、現外に多くの悪徳を暗示した汚名によって呼ばれる時制となり、文学の本堂まで万事浮遊して落ち着かぬ状態を続けているときに、一つくらい、ジアナリズムに挑戦とし、正しき流行を作るとも、流行に追われぬ雑誌が欲しいと思う。 作品がそれだというほど大げさに褒めるわけにもいかないが、ジアナリズムの悪徳を持たぬことは確かである。落ち着きがある。プルーストの膨大な仕事を作品で扱い始めたのは、ややプルーストが自流に乗り出して後のように記憶する。アランは確かに指揮者の間には流行を作った。っ下、北原くんの役業は、まさにフローベールの再読を人々に強いかけている。 私は少年の頃、フローベールを読んで面白くないと一周したが、その訳に暗示されて再読し、感心した。フローベールやドストエフスキーの流行というようなものは、いわゆる流行ではないのである。どんな多読かでも流行でもしなかったら、いちいち古典の隅々まで読めるわけのものでないから、具眼の死が自生の下に隠された宝玉を思い出させてくれなければならない。 小さい雑誌というものは、花つ潰れやすいもので、これだけのまとまった仕事を残すのも容易なことじゃないと思う。今後、この調子で続くだけでも相当なことで、文句を言うところは何もないが、小野さんの手腕で雑誌がだんだん大きくなり、時代に呼びかける力が強力になったら、筆を取る方の側でも大変嬉しいことである。